ようやく体が温まってきたぜ。ナルト、ここは？おい、こっちだナルト。そろそろ最後の時が来たようだ。そうか、俺ってばもう。ああ、そうみてえだな。言うことねえよ。ひまわりやひなたに別れを言えなかったのは残念だけどな。それにあいつらが大つつきを倒すところも見られたしな。僕に落ち着いてるじゃないか。今さらジタバタすんのもなんだしよ。ボルトやカワキはもう心配ねえ。でもよ、ボルトとカワキ本当の兄弟みてえだな。あれでお前とサスケみたいにか。確かに実際話してみるとカワキは悪いやつじゃなかった。何の話したんだ？ほら、世間話さ。俺も昔は兄弟がいたらなって思ったこともあった。考えてみりゃお前とは生まれた時からずっと一緒なんだしな。俺のそばにはお前がいてくれた。ふん。ある意味で兄弟以上さ。何感傷に浸ってんだ。お前らしくない。わしは憎しみの塊だった。血の中に渦巻く憎しみが消えることはなかった。この力のせいでみんなに怖がられもしたけど、それと同じくらいクラマには助けられた。最後にわしとお前であの大つつきに一泡吹かせてやれた。お前が助けてくれなきゃいつ負けてもおかしくない戦いばっかだったしな。クラマが名前を教えてくれた時のことはよ、よーく覚えてるさ。命にだけはごめんだからな。そんな時に冗談言ってんなよ。まあいいじゃねえかよ。お前とは生まれた時から一度だって離れたことねえんだ。あの世って場所でも一緒にやっていこうぜ。こうして一緒にくたばんのも悪くねえさ。ナルト、お前と一緒にいられて本当に楽しかったぜ。お前勘違いしてないか？あ、何言ってる。もしかして一度も嘘は言っとらんぞ。ちゃんと聞いとけよ。ちょっと待て、クラマ、お前。美獣を抜かれた人中力は死ぬ。だが、今回はそれに該当しない。代償はわしの命だ。お別れだ、ナルト。チッ、そんな目で見るな。そういうとこがめんどくせえんだよ。そろそろお呼びのようだ。クラマ、行かないでくれ。